続いて公募に関する説明に移ります。ここからは田中が担当いたします。一般公募プログラムとしては2つのメニューを用意してございます。1つ目はさくら招聘プログラムで、日本の教育機関、研究機関、企業、団体が受け入れ機関となって、世界各国の大学、研究機関から青少年を日本に招聘し、交流を行うプログラムです。2つ目は、さくらオンラインプログラムで、さくらサイエンスプログラムの目的に沿ったものであることを前提として、オンラインだからこそできる交流を行うプログラムです。具体的には、継続的、シリーズ的な実施を想定しております。詳細については、後ほどご説明いたします。まずはさくら招聘プログラムとさくらオンラインプログラムで共通的なルールなどについて説明します。さくら招聘プログラムの招聘対象者は海外のすべての国地域の青少年で、原則として初めての日本滞在となる方が対象となり、日本国籍のみを有する方は招聘者とすることはできません。さらに高校生、大学生、大学院生、ポストドクター、教員、科学技術関係者で、原則として40歳以下の方としています。加えて人数制限はございますが、年齢制限なしで引率者を招聘することも可能です。詳細な条件等は募集要項をご確認ください。一方、さくらオンラインプログラムの参加対象者は、海外のすべての国、地域の青少年で、来日経験は問いませんが、日本国籍のみを有する方は招聘者とすることはできません。さらに、高校生、大学生、大学院生、ポストドクター、教員、科学技術関係者で、原則として40歳以下の方が対象となります。対象とする分野、テーマに関しては、さくら招聘プログラム、さくらオンラインプログラム共通で、科学技術全体を対象としており、自然科学分野、人文、社会科学分野を対象としております。ただし、科学技術交流を目的としない、例えばイベントを開催することのみを目的とするものは、支援対象外となります。交流の実施期間に関しましては、さくら招聘プログラム、さくらオンラインプログラム共通で、単年度の計画で5月下旬から2023年3月15日までに終了するものとなります。ここからそれぞれのプログラムの詳細な説明になります。まずはさくら招聘プログラムについてです。交流計画の内容によって、3つの ABC の3つのコースから1つのコースを選択してください。それぞれのコースに上限期間、人数、一部費用の上限額が設定されております。詳細な条件は募集要項をご確認ください。それぞれのコースの概要としましては、 A コース、科学技術体験コースでは、あらゆる体験等の交流を組み込めるものとなっております。B コース、共同研究活動コースは、具体的な研究テーマを定めて、将来的な共同研究の開始を見据えた取り組みや、具体的な共同研究に参加するものとなっております。最後に C コース、科学技術研修コースは、送り出し国、地域のニーズ、あるいは地球規模課題の解決に資する科学技術に関する具体的な技術能力の習得の機会を提供するといった内容のものです。特に B コース、C コースで申請される場合は、赤字で示したこれらの部分を明確に申請書に記載するようにしてください。ここでは、さくら招聘プログラムで支援可能な経費について示しております。渡航費、国内旅費、プログラム経費、借金、それから付加税取引等にかかる消費税相当額、一般管理費が計上可能です。なお、プログラム経費のその他という費目として、実験消耗品やオンライン交流ツールの利用料、映像等制作費の費用を計上可能な費目を設けております。その費用は基礎額として、A コースは2万円、
B、C コースは5万円が計上可能です。ただし注意点として汎用性の高いパソコン、映像、音声機器、印刷機等は支援対象外である点にご注意ください。先にご説明したプログラム経費その他という費目について追加枠として以下に示す使途に限定して基礎枠の上限額を超える必要経費の申請を可能としております。交付の可否は申請内容及び事業予算の状況を踏まえて決定いたします。申請時に交流計画書の7番目のシート経費概算見積書にある追加費用明細に詳細を記載してください。使途としましては A コースの場合は招聘前後のオンライン交流にかかる費用、 B、C コースの場合は共同研究活動や研修の実施に必須の消耗品、あるいは招聘前後のオンライン交流にかかる費用と使途を限定しております。さくら招聘プログラムでは招聘前後に実施するオンライン交流に要する費用についても支援しております。招聘前の準備や招聘後のフォロー等を目的としたオンラインによる交流を想定しております。招聘の前後に実施するオンライン交流で支援可能な費目としてはこちらに示すような費用を想定しております。その他の支援内容としましては以下の2つがございます。1つ目は査証ビザ申請支援です。2019年度以前は関係省庁の協力により本事業での来日に際し招聘者が査証手数料免除等の支援を受けることができました。ただ2022年度公募に関しては査証申請支援の可否について方針が決まり次第お知らせするということになっております。2つ目はさくらサイエンスクラブへの加入で、本事業で来日した方は終了時に本事業の同窓会組織であるさくらサイエンスクラブのメンバーとして認定され終了証が発行されます。メンバーになりますと本事業の同窓会や留学に関する情報提供などが行われます。さくら招聘プログラムへ申請する際には本説明会の次のパートで詳細をご紹介するウェブ受付システムを用いて受け入れ機関が申請する必要があります。メールに Excel ファイルの交流計画書を添付しての申請は受領できませんのでご注意ください。続いてさくらオンラインプログラムに関して説明いたします。先のスライドでさくらサイエンスプログラムの目的に沿ったものであることを前提にオンラインだからこそできる交流を行うプログラムと説明いたしました。具体的には以下の2点を両方を満たすものとなります。1点目が継続的シリーズ的に実施する交流であるということです。具体的には日本の実施機関と海外の参加機関による交流を計5日以上行うものとなります。ただし短期間あるいは隔週隔月での開催と実施機関参加機関がオフラインでそれぞれに活動を行う日程や準備のための打ち合わせ日は含みません。2点目が相手機関の参加人数が10名以上の交流であることです。さらに相手国の参加者に対するアンケート参加者終了報告書という様式になりますがこちらにより効果の検証を可能としていただくことが必要です。これら両方を満たす交流計画がさくらオンラインプログラムへ申請することが可能となります。ご参考までに過去に実施していただいたオンライン交流の中でさくらオンラインプログラムの申請の枠組みに合致する事例をご紹介いたします。東北大学さんで1ヶ月程度の期間中に毎週1回
合計6回、インドネシア大学の大学院生18名及び教員3名が参加するオンライン交流を実施したものになります。具体的には研究室紹介や成果発表会を通して研究内容について理解を深め、研究設備、計算方法、可視化技術のレクチャーにより、シミュレーションに必要な基礎知識の共有などが行われました。先にご紹介したホームページの活動レポートに詳細を掲載させていただいておりますので、詳細についてはそちらでご確認いただければと思います。こちらにはさくらオンラインプログラムで支援可能な経費について示しております。1件あたりの上限額は100万円未満として、国内旅費、プログラム経費、消耗品、利用料、制作費等のほか、借金、付加税取引等にかかる消費税相当額、それから一般管理費が計上可能です。ただし、さくらオンラインプログラムにおきましても、汎用性が高いパソコン、映像音声機器、印刷機等は支援対象外である点にご注意ください。さくらオンラインプログラムに参加された方も、さくら招聘プログラムと同様に、さくらサイエンスクラブのメンバーとして認定され、就業証が発行されます。さくらオンラインプログラムへ申請する際には、受け入れ期間がさくらサイエンスプログラムホームページにて公開しているExcel 様式のオンライン交流計画書を作成し、メール添付にて JST 宛に申請してください。さくらオンラインプログラムでは、本説明会の次のパートで説明するウェブ受付システムは使用しませんので、ご注意ください。こちらには応募スケジュールについてお示ししております。すでにホームページでも公開しておりますが、第1回公募の申請受付は1月24日月曜日に開始します。また第1回公募の申請受付締め切りは2月28日を予定しており、結果通知は4月中旬となる予定です。今後スケジュール等に変更があれば、適宜ホームページでお知らせいたします。申請にあたっての注意事項として以下2点にご留意をお願いいたします。1つ目は中国への事前届け出についてです。さくら招聘プログラムまたはさくらオンラインプログラムで中国、香港、マカオを除く都市から受け入れまたはオンライン交流に参加される場合は、 JST への申請の前に送り出し期間または参加期間、中国側の機関が中国科技部中日技術協力センター宛に届け出を行う必要がございます。1月24日にさくらサイエンスプログラムホームページにて事前届け出用の URL 等をお知らせする予定ですので、中国側での事前届け出が完了してから JST に申請するようにしてください。2つ目は安全保障貿易管理への対応についてです。これは2022年度公募から新たに対応が必要になった事項ですので、特にご注意ください。さくら招聘プログラムまたはオンラインプログラム後に申請する際には、安保要式の1、安全保障貿易管理への対応状況報告書を提出し、その内容に応じて必要に応じて安保要式の2、安全保障貿易管理の体制を構築することの誓約書を提出してください。さらにさくら招聘プログラムで共同研究活動コース B コースの場合は、共同研究の詳細な内容を交流計画書に記載するようにしてください。特に経済産業省が大量破壊兵器等の開発等への関与が懸念される企業組織を掲載し公表している外国ユーザーリストに掲載されている組織と共同研究活動コースを実施する場合には、申請時に共同研究の内容をできる限り具体的に記載するようにしてください。
ここからは新型コロナウイルス感染症への対応についてご説明いたします。1点目は政府による水際対策措置についてです。ご存知の通り、政府による水際対策措置が依然として流動的であることもあり、今後の政府の方針等に従ってご対応いただく必要がございます。さくらサイエンスプログラムでの招聘に関わる入国に必要な手続き等が明らかになった際には適宜お知らせいたします。2点目は JST が求める招聘を行う場合に必要な対応についてです。新型コロナウイルス感染症の影響がある間は、政府による入国に必要な手続き等に加え、招聘の実施前に出入国、行動制限等への適合及び受け入れ機関における感染防止策等の確保について報告する招聘実施のための確認書をご提出いただきます。提出を受けて JST が合意した時点で招聘が可能となります。3点目は招聘ができない場合のオンライン交流支援についてです。2022年度に採択された交流計画が新型コロナウイルス感染症等の影響により実施できない場合には、招聘の代替としてのオンライン交流、以降代替オンライン交流と呼びます。代替オンライン交流を実施することを要件としております。申請時に交流計画書の中の5番目のシート、実施内容シートにおける目的趣旨の欄の末尾に、招聘が実施できない場合には代替オンライン交流を年度内に実施しますという一文を必ず明記して申請してください。次に代替オンライン交流の概要について説明いたします。代替オンライン交流が実施できるのは、すでに採択された交流計画が新型コロナウイルス感染症等の影響により実施できなくなった場合になります。招聘プログラムにおいて採択されたテーマ、計画内容のもと、その要素の一部実施や方法を変更しての実施を趣旨としています。具体的な実施内容としましては、こちらに示すような事例を想定しておりますが、これらに限らず各交流計画のテーマや参加者の属性に応じて効果的なものとなるよう工夫してください。なお、代替オンライン交流の内容に関しては改めての選考は行いませんが、費用の必要性等について再度確認させていただき、その結果計画の変更をお願いする場合がございます。こちらには代替オンライン交流で支援可能な経費についてお示ししております。1件あたりの上限額は100万円未満を基本としておりますが、計画実施のために金額を超過する場合は JST にご相談ください。計上可能な費目としてはさくらオンラインプログラムと同様となっております。実施に必要な手続き、具体的な手続き等については採択通知以降にご案内いたします。ここでは選考の概要についてご説明しております。さくら招聘プログラム、さくらオンラインプログラムともに国際青少年サイエンス交流事業選考委員会の審査を経て選定を行います。募集要項に詳細を記載しております選考基準による評価とともに、本事業の枠組みに合致しているか、対象外の内容でないかについて交流計画書全体から総合的に判断いたします。また交流計画の採択にあたっては、一つ目として招聘対象者、オンラインの場合は参加者の国地域のバランス、二つ目として特定の申請者機関への過度の集中の回避、三つ目としてさくら招聘プログラムのみですが各コースのバランス、四つ目として事業予算、以上の状況を踏まえて決定いたしますので、あらかじめご了解ください。
最後に選考基準についてご説明いたします。さくら翔平プログラム、さくらオンラインプログラムでほぼ共通の内容となっております。募集要項にて詳細をご確認いただき、申請書もこれらの項目に沿って項目ごとに記載いただく仕様になっておりますので、これらの項目を漏らさないように記載いただければと思います。公募に関しては、説明は以上となります。